今回のイギリス訪問で日本の天皇を批判する欧米人が密かに増えてしまう。こんにちは皆さん、激怒エリタです。まずはこちらをご覧ください。これは欧米在住の僕が Facebook で実際に受け取ったメッセージなのですが、本人から許可が出ているので翻訳します。日本の皇后はなぜマスクをつけていたんだ。マスクをつけるのは日本の流行みたいだが、英国にいる間ぐらい控えることはできなかったのか。顔を隠すなど我々の国王に対して失礼そのものだ。日本人は礼儀正しく現地の習慣を尊重すると聞いていたががっかりだ。しかも日本の天皇は式典に遅れてきたらしいな。国王に会うのに遅刻するなんてなんて無礼なんだ。ありえない。一体何様のつもりなんだ。とこのように天皇陛下の振る舞いを批判する人がいるようです。他のイギリス人に会ってこの話をしても、まあ確かにそういう人は少なくないかもと言っていたので、批判者は密かに増えているみたいです。記事を見たところ、マスクをしていたことにも遅刻したことにもちゃんと理由があることを知らずに批判している人が多くてイライラしてますが、状況を説明した記事と現地の声を一緒に紐解いていきましょう。それではどうぞ。日本の雅子さまは馬の毛アレルギーのため白いフェイスマスクを着用。国王と王子が日本の天皇の英国訪問のためにレッドカーペットを自ら敷いた、という超大手メディアのデイリーメールの記事ですね。もうマスクの理由出ちゃってますが、先に進みます。日本の天皇陛下の待望の英国訪問が始まった本日、彼らはロンドンで華やかな儀式の歓迎を受けた。ウィリアム王子は運転手付きの車で直々に天皇皇后両陛下をロンドンのホテルからエスコートしたのだが、ホテルに着いたのは予定よりほぼ10分遅れだったのだ。王子が直々に両陛下をホテルまで迎えに行くという手厚いお迎えですが、迎えに行く時点で10分の遅れが出るほどすごい渋滞だったようですね。これこの後の話に関係あるので覚えておいてください。王子がお迎えに行くこと自体に遅れが出たこと、そして交通渋滞もあり、天皇皇后両陛下が式典に到着したのは結果的に予定より少し後になってしまった。その間、英国国王と女王は気まずい待ち時間を過ごしたようだ。日本の2人は午後12時10分に到着する予定だった。午後12時14分にそばにいた兵士が、天皇皇后両陛下はあと1分で到着する予定ですと国王に知らせたが、実際にお姿を見せたのは午後12時18分だった。関係者らは予想外の遅れは交通渋滞によるものだと確認した。当の国王と女王は上機嫌で、彼らの遅れを気にしていない様子で時間を潰すために会話を交わしていた。この時点で僕にメッセージを送ってきた輩がすでに間違ってることがはっきりわかんだね。君の国の王子が迎えに行くのをまず遅れてんじゃん。理由は交通渋滞ということで誰のせいでもないとは思いますが、こういう立派な式典の時って道路の一部を封鎖とかしそうですけど、しなかったんですかね。まあ、結果的に国王も女王も気にしてない様子だったということであれですが、天皇皇后両陛下のせいで式典が遅れたという話し方だけはしてほしくないですよね。ウィリアム王子と共に天皇皇后両陛下が到着すると、儀式的な挨拶は滞りなく行われた。気温27度の灼熱の日差しの中、4人は温かく握手を交わした。式典では日本の国歌が演奏され、天皇陛下は国王と共に儀仗隊を視察した。4人は馬車に乗り会話を楽しんでいたようだが、皇后は馬の毛に対し慢性的なアレルギーがあり、予防措置として白いフェイスマスクを着用していたことが目立った。式典の後、国王と天皇陛下は馬車で一緒に出発し、楽しそうにおしゃべりをしながら、天皇陛下は行列の光景に興奮したようで笑顔を浮かべていた。マスクは日本のトレンドだからつけてたんじゃなくて、馬の毛アレルギーのためだったんだよ、やからくん。無知は怖いってこのこと。何も知らずに批判するだけ批判するのってなんだかなって感じで、もう彼とは口を聞いていないです。ちなみに気温27度の中でマスクつけるのってそれはそれでしんどそうですが、日本ではこの夏でもマスクつける人って結構いるんですかね。コメント欄で教えてください。天皇と国王は最初の馬車に乗っており、馬車が階段に止まると、まず天皇が降り、その後に国王が降りた。二人はレッドカーペット上で和やかに会話を交わし、妻たちの到着を待ちながら笑い話を楽しんでいた。天皇は馬車を称賛しているようで、話しながら馬車に身振りで示した。女王と皇后は2番目の馬車から降り、国王と天皇に加わって階段に上がり、馬車の中に入った。日本の外務省関係者は、今回の天皇皇后両陛下のご訪問は政治的なものではなく、日本の皇室と英国王室の間に世代を超えた友好関係を築くことを期待してのものだ、と述べた。その後の豪華な晩餐会でも2人は歓迎され、国王と天皇陛下がスピーチを行った。この訪問は新型
ため数年間延期を余儀なくされていた。英国にとって特に経済的に重要なこの時期に、日英外交、防衛、文化関係にとって非常に重要なイベントとなった。と記事は締められてますね。結果的に誰も傷ついてませんし、全イベントがうまくいったようなので、外野の人たちが両陛下にぐちぐち攻撃してくるのをやめてほしいですよね。それでは現地の声をいくつか紹介していきますね。 I was curious about why they were late. It could potentially offend Her Majesty. However, they appeared quite cheerful, so perhaps he was alright. という意見に対して、Did you see the traffic that day? It was absolutely ridiculous. No wonder they arrived late. I also have a horse allergy, so I understood immediately that she did as well, haha. The sunlight was a bit blinding on the mask though. Why didn't they block the road to ensure seamless transport for these important figures? I'll say that's on them. I've heard some people criticizing the Japanese family, but it makes no sense. I believe it's more on the UK side. In the end, everything worked out fine.So why waste time on this? 皆さんの考えもコメント欄から教えてくださいね。このチャンネルでは欧米のマジかよっていうニュースを楽しく取り扱ってます。チャンネル登録、高評価、ベル通知、概要欄からインスタ、ツイッターもフォローしていただけるととっても喜びますんで、よろしくお願いします。それではちちナイーブシスターさんからのナイーブシスターさんからのお便りですね。質問ありがとうございます。質問です。Patreon 開設、グッズ販売、Amazon 欲しいものリスト公開とかはしないのですか？スーパーチャットは半分 Google に持っていかれるので非常にもったいないですし、今後また収益化停止、バンされても別サイトなので収益の面も安心だと思うのですが、いかがでしょう？すごく親身になって考えてくださっているようで、本当にありがとうございます。とても嬉しい質問です。そうなんですよ。最近めっちゃ収益化厳しくて、最近の八坂神社の動画も収益化止められて、最近の靖国神社の動画もなんかニコ動にもアップできないし、 Patreon って日本で知られてるんですかね。一応解説してみましょうか。 Amazon 欲しいものリストという概念を今初めて知ったんですが、これ面白いですね。最近ポーランドにも Amazon ができたので、時間がある時にでも作って概要欄に貼っつけておきます。グッズは企業さん次第なので、企業さんよかったら連絡ください。質問だけでなく、こういった提案もどしどし募集しています。この質問者さんのように、質問もしくは提案というワードを入れてもらえると僕が見つけやすいんで助かります。いつも質問、応援、サポート、提案ありがとうございます。しかも日本の天皇は集まりに遅れてきた国王に会うのに遅刻すと、このように天皇陛下の振る舞い、遅刻したことにもちゃんと理由があることも知らずに、状況を説明した記事と、その現ウィリアム王子では王子が直々に両陛下をホテルまで迎えに行くという手厚い歓迎ですが、実際に時間を潰すために、この時点で僕に君の国の王子がまず遅れてんじゃん、君の国の王子が気温27度の灼熱の日、馬アレルギーのためだったんだよ、やからくん。馬の毛、無知は怖いってこのこと。ちなみに27での天皇と国王は最初に世代を超えた友好関係、その後の豪華な晩餐会、外野の人たちが両陛下にぐちぐち攻撃してくるのをやめにしませんか。